なんかね、あそこのコクシムソンのテンパイだけで発を押せたっていうのが、うん、ね、なんかいろいろ攻める気持ちっていうのが自分の中でありますよね、うん、おお、奮い立たせてますよね。まあ、さっきも話に出ましたけども、まあ、その一つ押せない序盤でそういう出来事があると、その後やっぱりずっと押せなくなっちゃうってことがやっぱりプロ雀士にもあるわけですね。だからこれあのなんていうんですかね、悪い癖なんですけど、うん、はい、関連性持たしたくなるんですよ。持たしたくなっちゃうんだ。そう、あのさっき行かなかったのに今度行くのおかしいでしょとか、あ、その全部連鎖し始めるんですよね、自分の中での。まあ、あとあれですよね、理由付けが欲しくなるんですよ。そう、こういうメリットがあるから押すとか、うん、これは安全そうだから押すとか、うん、だから何もないところで押せなくなっちゃうんですよね、逆に言うと。うん、トイツがチートイツのイーシャンテンです。4つですね。ローマン切りました。特に滝沢さんはその辺ストイックに自分を追い詰めて考えちゃうんで、価値が一緒であればさっき行かなかったんだから今回行かないでしょみたいな、うんうんうん、だからその価値を自分の中でボーダーライン下げれば自分を押してくれるんですよね、背中で。なるほどね。さっきのコクシムソテンパイで行ったんだからこれだって行けるだろうおそういう話を聞くとですよ、はい、小林豪みたいにさっきはさっき、今は今っていう方がなんかこう考え方としてはシンプルなのかなっていう気もしないでもない。シンプルですよ ね、それがまあ小林さんの強みでありますから ね、まあ、それはそれ、これはこれって考えられるわけでしょ、うん、小林さんの場合その価値にブレがないんでしょうね。すごいですよね、うん、一貫性があります。打敗選択のパラメーターに気合いってないわけですよ。ないですよね、勇気とかそういうのないんですよ、はいはい、いやでも多少あると思いますよ、やっぱり人間だし、うん、動揺もあると思いますけど、いろいろ見ていくと垣間見えますよ ね、小林さんも人間なんだなみたいな、うん、この急須は残したい。いいんじゃないですか、うん、これでドイツのイーソーを1枚ほぐします。ヤンマンとピーペコボクビでしたよね、ヤンマンスチーピンか。うーん、風が来てますね、これね、仕上がった。いいですね、背中を押してくれる手配に変わってきましたよね。そうですよね、はい、手がね難しくなくなるっていうのが一つ調子のパロメーターでありますからね。いやー来てるよ、一発で積もった滝沢、裏ドラは乗りませんがこれは力強い3600、一発でドタカメですよ。本当ですね、嬉しいだろうな。これやっぱりイデプロはあの流派を押せたっていうところから関連付けるわけですか。僕はそうですね。そうですか、手は早いですねこれね、達也の手2メンツ、うん、高さはねそんなにないですけど、ヒサトはドラ受けがまあまああるかと。滝沢もいいですね、このチーソーで。そうですね、なりました。ドラ神がヤクヤクで、ドラが1枚だが、本当あの親連チャン中によくペーチャーあのヤクヤク2組入るんですよね、ああやって。おー、非常に泣かなきゃいけないんだけど泣きづらいみたいな、親のツモ回数がいるんで、親が連チャン中なんで、泣きたいような手かくなってますよね。そうそう、なってくんですよね。この辺がいつも思うんですけど、よくあるパターンですね、これは。それはだから、はい、瀬戸熊プロはそれ意識するので、はい、あんまり動かないような。そうです。動くんであれば僕はあの本一とかにしちゃいますね、逆に。もうぶつけられる手配にしちゃいますね。あとは引きつけてかわし手にするかどっちかですね。1枚目ずつは見送ってみたいな。滝
できるだけ遅らせて、そうですね、はい、目的をこういった展開になると親落としを一番にしちゃうんで、はい、その役々統一は、はい、それ瀬戸熊プロだけの、はい、オカルトシステムじゃないんですか。いや、結構パイフ検証してもらうとあるんですけど、親が連チャン中のペーチャってよく厄介2つ入るんですよね。周りの人たちも、はい、ああ確かにあるあるって、はい、ちゃんと同意してくれてますか。まあ、今日初めて行ったんで。なん。いや、僕の中でずっと思ってたんですけど。あ、そうですか。はい、公開口頭に出すのは結構初めてなんで、公開しちゃいましたね。はい、公開したらね、発言には影響力あるからね。はい、はい、真似しますよ。意識しますよね。はい、ああそうかみたいな。だけどどうしたらいいっていう答えは今のところないんですよね。まあそうですね。やっぱり引きつけて泣かないでた、かわし手にするか、もしくは積極的に仕掛けるんだったらある程度戦える手配にするとか。そうか。はい。なかなか役役2000点っていう収まり方はしてくれないわけですね。まあ、そうですね。むしろ引きつけて役役のみの1000点とかの方が無難は無難。ああ、なるほど。それから役役本一とか。うん、まあ、村上君はこれ面本チートイに向かいましたね。うん、こういうのは僕もよくやります。はい。もう両方動かない形にして面本チートイに行っちゃうと。これランピンは切りたいんでしょうね。そうそう。まあ、ドラダが3ピンだから持ってたんでしょうけど。あら残す。あらららら。これはまた目いっぱい広げたいですけどね。鈴木達也独特の感性でしょうか。あっとこれは面前に均一か。修練もありますよ。伸びてきましたね。均一のだってまだリアンシャンってんですもんね。さあ注目滝沢のツボは相図だ。いいところにできた、うん、十分系のいい射程になりました、これいい送球走で中連ですからね、はい、そして村上滝沢よく役も上がりますからね。そうなんですそうなんですよ本当によく上がりますからね、それはでもちゃんと役満に行くぞっていう思考があるからそうなっていくんでしょう、まあ、どうなんですかね。やっぱ持って生まれたもんかもしれないですけどねなかなか思い通りに上がれないですけどね。さあどうだ。うわあ、まあしょうがないですかね。老朽層切っちゃうんですか。まあしょうがないでしょうね。この雰囲気がね。雰囲気、まあここは一回上がっときたいですもんね、やっぱり状況的にも。これはまだそんなにバレてないと思います、ね、そうですか。あ、これ止まらないわ。いやー、上がってびっくり、面前鎮逸ちょっと間があったんで、はい、もしかしたらバレちゃったかなと思ったんですけど、ちょうどいい感じで切ってきましたからね。1万2000ですか。ドラは9走、トップ争いは岩井と二階堂亜希です。まあ、梶本プロこうなると現在ラス目の鈴崎は、はい、値段が安い手で上がってもっていうことになっちゃうんですか。ハネムーンツモでちょっと足らないぐらいですか。はい、まあリーチボ出るかもしれないと、岩井からね、岩井からリーチボ出るかもしれない、ルミから出るかもしれないっていうことを込みで、まあとりあえずハネムーンを作りに行くぐらいしかないですね。はい、あとはちょっと展開で恵まれることを期待ですけど、うん、まあ現実的にはね、そういうことを心配する必要もないなく終わると思いますよ。そうですか。ええ、何もできないと思います。今形はね悪くないんですけど、はい、多分何もできないと思うんですよね。まあでもこういう時は今の手だと3色を作っていくしかないですよね。一方こちら岩井はマンズの本一狙い、3球上がればトップですか。厄介が欲しいですね。厄配本一でいいんで。はい、で上茶は秋ですか、秋
でも4000点差ないとちょっとね、ノーテンバップでどうのこうのっていうのがあるんで、はい、まあ、今カンちゃんがズバッと入ってね、一歩前進といったところでしょうか。そして連チャン狙いの二階堂ルミです。お、3色役牌は切りません。お、伸びますね。お、伸びますね。ええ、もう鎮一先手なら仕掛けてもいいですよね。そうですね、うん、あの形だと3万チが、まあ、できないですけどね。実際はあの秋のところに3万入っちゃうんで、はい、まあ、ちょっと泣けないな。3万は泣いてもいいんじゃないですか。おお、3万強い。これ自ら聞いや、これもう上がりですよ。これ本当ですか。こんなつもりしてる時はね、もう動いちゃダメですよね。そうですか、うん、もう上がりですこれ多分。へえ、すごい。このつもはすごい。さあ、これだってマンズ何でもいいですもん。どうだ、ほら、あ、マンズだ。来た、どんどん伸びていく。テンパですか、一応これ短期で。テンパ瞬短期ですか。テンパってないですね。いや、違うんですよね。6万が3枚か、4、5、6、6、6。そうですね、何引くのが一番いいんだろう。チーマン引くのが一番いいんですかね。そうですね、チーマン引きそうですよね。え、スピードが出てきました。岩井茜、さあどうだ、マンズはいない。そううまくはいかないか。いや、マンズ引いてもおかしくないですよ ね、 ね、この感じだ。何枚続けて引いてるんですかこれ。はい、チーマン出た時に動くとどうなる。サブロ9万かな。この後が岩井のツモ。チーマンで動くとね、今度はどうだ、マンズがいた。テンパですか、はい、ウッパーマン、ウッパーマンですね、ウッパーマンですね。これはウッパーマン、これはルミは出ない。須崎危ないですね、ウッパーマン引きそうだ。この引きそうだって、うん、そうですか。調子が悪いから。なるほど、怖いですねこれ。いいペーコンもついて、でも秋も止まんないですよこれ。まださすがにね、ミンチだと思ってないんでね。ねえ、止まっちゃうかな自分で。ミンチンピンフイーペーコーか。恐ろしいですね。恐ろしいですね。ダマバイ。本当にね。ダマバイ。ダマバイ。あ、びっくり。さあ、その間に手が進むのもちょっと怖いですよねこれね。はい、どうだ。ウーマンもないんですかね。ウーマンなくてパーマンが2枚ですか、はい、うん、そうですね、そうですね、はい、うん、いるのか地層。さあルミもパーマン引け、バーンパーマン引けばね、テンパですからね。はい、その時にどうするかですけど、6球層パーマン、うーん、この順目に入ってくるとどうでしょう。待ち返するか、何に変わりますか。イス島ウーマンローマンに変わりませんか。変わんないか。2、3、4、5、6、7、難しいですね。2、3、4、あ、止まっちゃった。あんまり考えるとなんかね、いや、もうバレてますからしょうがないですね。はい、パーマン切ってイスチマンだけですかね、うん、パーマン切って三面ちゃんですか。そうですね、パーマン切ってイスチマンだけですね。あそこで考えるのは本当大変だと思いますよこれ。いや、もうバレてるからとことんまで考えればいいんですよ。あ、そうですか、納得いくまで考えればいいんですよ、パーマン切るのが町は一番広いわけですね。そうですね、そうです、あ、気づきましたね。だからこれウーマンとかロスーマンとかが当たりになってないかどうか気にしてるんですよ。そりゃそうですよね。嫌ですよね、町が。さあ、ここはテンパイ取りに来ました二階堂ルミ。さあ、イスチマ引けるか。嘘、うわ、食い取った。あら、いやー、ダマバイですよね。イーペーコー、はい、あの、クは崩れる可能性がありましたけどね。はい、
です。ということで対局終了です。見事トップを取ったのは今の一撃聞きました岩井茜、48,400点でトップ。本当に点数的にはすぐ逆転されてしまう点数なんで、やっぱ魚谷としては争点、ね、ある程度こう伸ばしておきたいんで、この親番そうです ね。さあ統一が2つですか、3つになった。いやたら厳しいですねこのハイパイは。ドラはパーピン、ドラはありません。魚谷どうしますかね、無難に磯か。そうですね、一番ロスがない。そして村上です。高宮はいいですね、はい。でニーツプロもあんま良くない。でもやっぱ変算ビーってきましたね、今3ビーがね、うん、だいぶ感触。おトンも高さった。あこれは心強い。ちょっとトンから仕掛けて、うん、ポンポンっていきたいところだよね。トイトイまで最高、うん、あでもシャーもちもち。あそっか、この高めのトンが出るんじゃないですか。あ出ない。まあまあまあ、うん、とりあえずはってとこでしょうけどね。おおこれ日産も白統一。いや細かい勝負になってるんでね、日産も普段は鳴かないけど動いていくかもしれないですよね、うん、そうですね。村上ダブなんだ、これはもう真っ白ですね、うん、これでパーソンポンか、うん、パーソンから動いてったね、うん、いいんじゃないですかねこの判断、はい、うん、あわよくばトイトイですけど、ただ村上ともちもちなんですよね。まあこれはしょうがないです、ここまでは読めないので。あのパーソンポンの判断いいと思いますよ。もう決めてたみたいですね、うん。ん？ウーピンでした。まあ、チューンですかね。おー、メンホンチートイツのいいシャですね。しかもマンズ安い、3万、あれ4万切るのかな。チュンか、チュンだ、2枚切れ。4万も2枚切れですけど、一応メンツであるんでね、まあ、ペイカスになれば3万短期だし。ペイはペイは番に1枚ですね、うん。まあ、重ねていけば本一トイトイまで。ああこれだとまだ分かんないですね。トイトイの可能性もあるし。そうですね、何せあでもチーマンが2枚切れなんですね。あそうか、でひとまずペイ打ってでメンツで6球1引きとかあるから ね、 ありますね、メンツでの、例えばペイ打って6球1引く、今度シャアのトイトイとしかあるんじゃないかなと、ね、うん、そうするとシャアのポンが入るね。そうなんですね、もうこれだと高宮から出ないかと思うね、と思う、うん、出ないじゃないですかね、うん、先に動かれるとやっぱりちょっと踏み込みづらいですよね、うん、立場上。パワーマンどうする、切ったらまあ泣かないですよね。だって一応メンホンチーズとインシャンテンだから ね、 ね、お、あこれで6球1来た、これでシャートイトとしかですね、うん、なるほど、これがポンだ。これ動くんですねこの手がね。いやもう一泣きしたい。いやただこのマンズの両面両面強いですよ、ね、相当強い。入った、来たリーチじゃないですか。この6球1強いね、これリーチですごい強い6球1だね、これ高めがだって2枚生きてる6球1ですよね。来た来た、さあここは勝負どころだ。村上神谷としては嘘、あ筋の連続もう怖いですけどね、うん、まあまあまあ、うん、一応シャーシャーって統一落としのリーチなんでね、9番高め9は2枚行き、はい、休めローは、あーこれ、うん、止まってる、まあまあ、いやでも時間の問題でしょう、ただトンがなければっていう前提だよね、うん、この9ピンはポンしないでしょ、あじゃあ出るわこの9番、これがちょっと運の尽きになった。いやー面前本一、今のところ満貫、満貫ですけどね、満貫です、うん、8000です。これで分からなくなりましたね、うん、多分村上の方が上になったんで、
ハイパイ、まあ、高ハイパイというわけではなさそうですが、宮内ここからのツボが今シリーズは非常に生きています。ウーマンがあんこになっているのが水瀬。水瀬は手が早いんですけど 軽い形なんですけど、ドラがないんでちょっとね。これチートイツ行きそうですね。おお、まず一色とかにしちゃえば水瀬も高い点になると思うので、そこをちょっと意識しつつという手作りですかね。清水は今回はツボがいい、そうですね、いい射点ですね、いいカンパーピンが入った清水です。そして水瀬持ってきたのはトンです。ドラ表示牌イースを払います。どっちの形を残すか、あら迷いますね、パワー引いたら、うん、残した。まあどうでしょうね、最悪9万パーソンのシャンポンリーチも、まあ、あれ以上なんか3色絡めるのも結構大変ですからね。例えばここで3万4万5万を引くと、あと EP も残すかな、これ1回地9万とか切るかな。いやでもね、マンズの差し子だったらちょっとね残して3色の変化を待ちたいとかあると思うんですけど、あのままだとまあ頑張って免品っていうところなんでね。あ、これで皆さん追いつくでしょうね。トンが1枚切れ、いやちょっともうまだこの形ですけど、こっからの伸びがちょっとこのシリーズは違う感じがありますよね。清楚系がマッチしたんですかね。何ですかそれは。さっき言ってました宮内さん、今年は今年は清楚系だって。素晴らしい衣装の、清楚系で行くって言ってました。なるほど、その辺の本人の中でのイメージチェンジが功を奏してると。はい、そんな気がします。そうですか、そのあたりでも女流プロはみんな気を使いそうなとこですね。はい、ちょっと今シリーズはどんな雰囲気で行こうかしらと。はい、私があのお笑い系じゃないんですかって言ったら、お笑い系の中の清楚系だって言い張ってました。なんでしょう、そのちょっと言い合ってる姿を収録したかったですけどね。どうしますかね、3層切ってもいいか、ドラレアンスですからね、落ち外いつもし。パーソーです、パーソー山にいそうな感じはありますね。そうですね、良さそうに見えますね、しかし清水に2枚使われています。うわ、押し寄せてきますね。このさばきは間違えたくないところ、まあ、素直にチュンでいいと思うんですけどね。そうですか、両万引いた時に普通に数万からのつもり数万個の変化があるんで、チュンはこれ重なりそうという判断ですか、それともいや、絞ってるんじゃないですかね。絞っている、なるほど。どっちかっていうと、まあ、確かにね、宮内に統一になってますけども。さあ清水、9層をもうすでに切っています。小層で考える、これもまあ、残す意味がないんで、二階堂重なりません。チートイーシャンテン、しかしローマンがいいと見たか。これでもチュンよりはこのパイの形だけ見たらやっぱ3万残しといた方がいろいろと変化があるんで、やっぱりチュン切った方がいいと思うんですけどね。単にションパイだからもしかしたら重なるっていう感覚になってるのかもしれないですけど、まあ、実際はね2万噛んだ噛んするかな、難関です。もうトーン本一で漫画になりますからねこれで、まあ、ドラは何でしょうか、チーソー。そして持ってきたのはスーソー、テンパイ入りません。もうシンドラですけどね。しょうがないですね。はい、さっき早く勘してよって思ってもらったんですね。3ピンも残します。
プレイヤーこのイーシャンテンから誰が抜け出すか、うん、宮内だ、ね、三面ちゃん仕上がりました。ナウパーマンは、パーマンが結構薄いんです、ね、そう薄いんですよ。パーマンが1枚、ウーマンは0、リャンマンが1枚でもバニレってなかったかな。リャンマン0ですね。パーマン1枚しかないですね。一発か、すごいですね。力強い、ダサい、簡単に引き寄せましたね。いや、そして裏ドラも楽しみだ。数ピン、そして3ピン、いずれも乗りませんが、ここでまた4戦オール。リーチ前にドラのファンパイが打たれているということで、はい、くっつき濃厚って話に出ましたけども、はい、そういうものがなければ、はい、最終的な、まあ、リーチ宣言牌の7の周辺は危険な牌っていう考え方でいいんですよね。あ、いいです、いいです。そうですよね、もちろん、はい、くっつき電牌が分かった場合ですからね、はい、くっつきのパターンがかなり多いんで、ああいう局面で、うん、上がりに価値がある時ですね、うんうん、特に強卓が多いとか、そういった時によくありますね。なるほどね。いや、一メンツこれ厳しいハイパイですね。なんで、おっと、何、いきなりポンですか。荒いですね。本一、あ、なるほど、マンズに向かうわけですね。にしなくてもまだやっぱり、でもさっきの一人脳天で結構3人と差がついたんで、うん、ちょっと色にしないと、まあね、まあ、ドラ色で染めれば漫画見えてきますから、新井は割とこう今時の雀士にありがちな、あんまりその前順からの流れとかあんまり気にしないタイプなんですけど、一、うん、人脳天とかって気にしませんかね。気にはするんじゃないですか、ね、展望下手なって嫌だなって思うじゃないですか、はい、流れが悪いとは思わないと思うんですよ。チェって、うん、でも思いますよね。なんで俺だけって思いません？嫌ですね。下ろされちゃったなって、うん、押されてる感が特に出てくる、ね、あののけもの感はね、もう何とも言えないですよね、はい、で粘ってなんとかなってたなって思えたらそれは反省とかはあるでしょうか。あ、そうですね、ね、別にもうどうしようもないならそうか、しょうがないねっていう感じ。自分のせいじゃないやと、やってるショット中に反省してもあんまりいいことないですね終わってからです。まあ、長い麻雀人生と思えばやってる最中に反省してもいいと思うんです勝負事として捉えればそれは後で反省した方がいいです。わかりましたおお、すごいなこれ、しかしこれ洗いもザクザクとマグリッパイソンでね、ん、しかし他の人も手が伸びていきそうな気配。動きました、ね、さあまたドラだ。ドラ3枚食い取った。うわ、すごい。これ村上さんじゃなかったら、なんていう話しても仕方がないんだけど、はいはい、第一打がダブナになるの村上さんの特徴ですよね、うん、違ったらドラの3枚村上さんに入ってますね。あらまあ、入ってる場合他のつも全部終えてないんでわからないですけどね、もっと早く上がる人がいるかもしれないです。まあ、もちろんそれは本人知る由もありません。いや、でもこれぶつかりそうだな。瀬戸熊もイーシャンテンで引かないですよ ね、 ねえ、はい、今の感じだと3万先切ってたローマン、あ、これローマンが出てでチーですよね。チーカンローマンでチーしてサブローマン、イースーマン対サブローマン対イーシャンテン、羽根マンのイーシャン、羽根マンのテンパイですもんね。こっちは、いや、これはでもテンパイ有利でしょう。いや、もちろんですけど、ただ、まあマンガンクラスは見えるでしょうからね。新井の展望状況と捨て牌と仕掛けと、これはまあ合わせるかな。結構ね、あやとなる局になりましたね。だ何打ちが、今までと違う。今まではね、第一はやっぱ泣かりづらいのは間違いないんで、うん、村上さんのそのこれ、さあこれどうするの、行くでしょ。あ、ドラ落ちた。缶か、缶ありますよ。缶のは、おー、そっか、ここは平然とスルーしました。そうか、倍守る。藤崎テンパイじゃないですか、うん、だからもう引く気なしって感じなのかな。それとも、なるほどね、そうだったら缶しちゃえっていうのは、うん、ありはありですよね。リーチ来た、これ位置きたか。まあもうだけど洗いも
かないから、そうですね、これ瀬戸熊がどこまで参戦してくるか、これ楽しみ、瀬戸熊さんどうするか、うん、こう迷うようなテンポ入ったら面白いですけどね。アイスパス、あ、そうですね、さすがにパスですね。さあどっちだ、瀬戸熊ソーズ来た来た来た、迷うことなくリーチ。さあ、さあどうなるんだこれ、誰が犠牲になるんだこれ。スーピン打てるのか、打った、はい、まあ、これでも瀬戸熊が犠牲になる可能性もあるわけですよね。いや、もちろんです、ね、もちろんです。さあ瀬戸熊、うー、キューピンマンズチーマン、あら引いた、引きました、ローマンよく引いたらいい。3000、6000は3300、6300、これで頭まで抜けましたね。どうですかこの発声の良さは、はい、まあ、村上2号とまでは言いませんけれども、はい、まあ、だって開局のお願いしますもやっぱり普段、そうですね、聞かないぐらい大きな声でしたもんね。本当ですよ。